さんこんにちは。楽読インストラクターカレンちゃんです。今日は YouTube の自己紹介に挑戦したいと思います。イエーイ。ではカレンちゃんのドラマチック自己紹介、用意スタート。証券会社時代のカレンちゃん。お金が欲しい、すべてが欲しい、そう思い続けて沖縄に移住、そして病院で告知される、あなたはがんです。がん、あなたならどうする？ナナちゃん、私どうしたらいいの？カレン、私は本当のカレンの姿を知ってるわよ。そうよね、ナナちゃん、本当の私の姿。負ける、顔ぶたないで、私女優なんだから。そうよ、これよ、この感情よ、これを私は自分を演じて、そして本当のミッションで生きることを全国の仲間たちに伝えるの。ありがとう。こんな感じでカレンちゃんの生い立ちをドラマチックに言ってみましたが、じゃあカレンちゃんの理想の状態、これをですね、幸せの5箇条という形で、まとめてみました。まず仕事、遊ぶように働く、イエーイ。そしてお金、お金は使いたいだけ入ってくる、イエーイ。そして、パートナー、共に突き抜ける、イエーイ。いいですね。それから家族、家族はいつも笑顔からの健康、サバイバーなのに生きてる、イエーイ。この幸せの5箇条、理想を現実にすると人間は幸せで生き続けられる、でそんな人生を歩んでおります。ではなぜそんな人生を歩めるのか、楽読のインストラクターですね、自分のミッションビジョンポリシーで生きている、これをカレンちゃんはラップにして表現してみました。それではカレンちゃんのラップで MVP。 私はカレン、カレンのハートで自分に帰れ、いつもニコニコ自画自賛、さんありがとう、サンキュー、楽読ワクワク、気分もワクワク、ワク発し、本当の自分知ってる、やってる、分かってるから、あなたのハートにチェックインからゴールビーン。いかがでございましたでしょうか。もうカレンちゃんがどんな人か一遍で分かっちゃいましたね。じゃあこれで YouTube にアップして、今日は1日で200人のチャンネル登録に挑戦したいと思います。パチ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 、はい、カット。